治課のため市民の方と接する機会はあまりないので入庁前のイメージとは違いますが、縁の下の力持ちとして職員を支える仕事があると知るとともに、自分の仕事が職員の役に立っていると感じることができたときにはとてもやりがいを感じます。人や地域のために貢献したいと思い、市職員であれば幅広い世代の方と関わることができ、地域の方の相談ごとに耳を傾けたりなど、より身近な存在としてあらゆる分野から働きかけることができると思ったからです。私の職場の方では私の仕事がいろいろな情報関係ですとか、いろいろな ICT ツールの関係がありまして、いろいろ難しい用語だったり専門用語がたくさんあるんですけども、上司や同僚の方に気軽にそういったところをお聞きして、また教えてもらえるような職場です。公務員になると様々ないろいろな文書というものを作る機会もたくさんあると思うんですけども、そういったちょっと文書の書き方ですとか、こういった構成の方が分かりやすいよというようなところをいろいろアドバイスいただきまして、自分でうまくまとめられなかったところはきれいにまとめることができたというエピソードもあります。広報の仕事は、SNS も広報柏崎もそうなんですけれども、必ず市民の方と接する機会があるというようなところです。私の場合だと SNS が最近は多いんですけれども、学校の給食の時間にお邪魔して給食の様子を撮影させていただいたり、子どもたちにインタビューをしたりですとか、市内の団体さんの活動に取材に行って皆さんの声を聞いたりしています。住民の方からご要望をいただいて、すごく本当に市民に合ったニーズにお応えできるというところが柏崎市役所のいいところなのかなと思っています。県とか国ですと事業の規模がすごく大きくなっているので、一つものを作るときに長い年月をかけて、一つのものを完成させるので、完成する頃には自分が他の部署に移動してしまったりして、担当するところはごく一部になってしまうんですけど、市役所の場合はその点自分が計画段階から携わっていたものが最後しっかり形に残って完成するまでを見届けられるということが多くありますので、そういった点ではすごく達成感やりがいを感じられるのかなと、いいところだなと思っています。